世界が注目する K-POP グループ、アティーズが幕張に降臨。3万人のファンが集結した白熱の日本公演レポ。世界が注目する K-POP グループの中でも、今、世界から熱い注目を浴びているのが、8人組ボーイズグループ、アティーズ、エイティーズ。2018年にデビューし4年目となる彼らは、今年2回目となる日本単独コンサート、The World Tour The Fellowship。 ブレイクザ・ウォール・イン・チバーを幕張メッセで2日間開催。3万人が燃え上がった初日のライブをレポート。今、勢いに乗っているアティーズ。彼らの魅力は、前回来日時のレポをご参照いただくとして、2022年の彼らの活躍をご紹介。1月からワールドツアー・ザ・フェローシップ、ビギニング・オブ・ザ・エンドウ・デ・ソウル、アメリカごとし。 ヨーロッパはロンドン、パリをはじめ今年を回った。そして10月からは今年2回目となるワールドツアーザ・フェローシップ、ブレイク・ザ・ウォールって北米8都市を回り、今回幕張での2デイズの開催に至った。来年2月からはヨーロッパの7都市で公演を予定している。